いや、だけど、とにかくさ、近くにできたよね、質屋さんが。ね。あ、近く、うん、近くに質屋さんができた。結構、こう、ブロックから言ったら2ブロックぐらい向こう。ほんと近く。と、徒歩圏内。うん。道路沿い。道路沿いじゃない。はい。一本向こうに。すごい。舐められとうで、私。ああ、普通だったら、そんな、こん、例えば、こんな、え、例えば、こんな高山さんのすぐ近くにビセラ出さなきゃって、普通思うやない。オッケーな、石屋さんがあるから。舐められとうで。ああ。え、そこやったらやれそうみたいな、思うか、普通だよね。あなたこの辺を質屋の肝って呼ばれても知らんことはねみたいな。あの尋常じゃない電柱工具の出し方ってよく来たなみたいな感じがしますけどね。見た見たどこまで針町入ってるんだみたいな。いや、ていうか、あれとくらい出してたんやけど、あんなに多かったのかっていうのはちょっと再認識したでしょ爽やかさはちょうど級。やったやつ。で、あの、違う教師に言ったけど。いや、どっかあれをやめるかどうしようか決めたわけ。うん。どうやってここの場所から春町まで連れて行くんだろうっていうぐらい変なとこある？本当？どこ例えば。どこ？あれ、ルクルの近くになかったかなこの。だってルクルは大事やろルクルだ。いや、だって、ルクルに。どう戻ってくるかみたいな。いや、それが違うじゃん。ルクルってね、あの、金券ショップがあったわけ、昔。なんか、まあちょっとで、ルクルに金券ショップがあったなと思って行ったら、ルクルにない人が、その、金券ショップが近いって言ったら、うちやけん、うちで金券やけん。その、そこ、ルクルからうちまでの矢印大事なんや。これ大事だルクルからは圏内やろ。あとどう？あとね、笹栗駅からのところからこっちってか、決めとうぞ、一応こう。決めとうぞ。それ以上、だけど、あと、鳥安久山からのところからこっちとか。決めとうぞ。あ、鳥安の。あと、二股瀬からこっちとか。はい、うんうん。一応こう。あそこ。え、誰は、こう行けば、もっと絞らないか。そうや、あのぐらいはあるやろ。だって、南区で見たらおかしいよ、そら。そら。胸型とかで言ったら、あとどこまで出そうって話やけど、うん。一応車の件で、ね。え、うるさい、やろ。こんなところにもあるって、ね。矢印がこうか、こうか、こうじゃん。うん、この何種類かの矢印で、こう表せんなって言って。そう、そっかね。そっかね。こう悩んどっちゃうね。そう。だけど、ここ行きよっちゃけど、やっぱいいけ、とにかく来てる。いや、ほんとよ。この矢印違うんじゃないかなと思うとかあるとよ、私も。どうして、こげん遺伝子とかやらみたいな。全部指示できんわけよ。だから要するに任せるんじゃね、やっぱね。で、今度はさ、あれだけドーンって出すもんやけん。それが、うちの方はね、結構ね、A 型やけん。A 型やけんあるかもしれん。ちょ、ごめん。ある。ちょっと結構、矢印だけ来たかったら矢印だけを変えるとか。なんか、うちの方ってこうドーンとせんわけよ。私はするならする。せんならせんみたいな。あ、でやけんさ、こう、娘さんの二代目の方がお金出すぞってなんか勘違いしたらしくて。あの、博多駅のバスセンターとこになんか出すような、なんかほら、要するに、スマートフォンでなんかするような、情報が取得できてどうのみたいなの、新しい最先端の広告は、えらい私言うてきんじゃうけど、うん、それ長距離でさ、春町に止まらんバスのとこのバスターミナルとかになると、そんなさ、全然こう、ね、行き先が違うって感じだわけよ。ちょっとその、で、福岡空港とかでも違うわけだ、やっぱね。だけどやっぱ電柱広告なんよ、その地域のベタなね。っていうので、あれは出すけど、それは違うとか言ってます。で、羽田空港とかの女子トイレの中にある動画と、あの、こう、色が、あの、画面が変わる、こう、あれとか言ったら、あの、羽田空港の中の保育園の、あの、CM だったりね。だけど、そのなんかこう、女性がさ、こう、あの、見るのにいいような広告、もしくは男性が良さそうな広告とか。いうようなことで、こう、多分出せたら、こう、カツラのこととか、こう、ほら、うん、あの、あんまりこう、人と話さんで、こう、結構、心に、こう、ぐっと悩みがあるような内容の、多分広告がじゃあ、向いとっちゃろうけど、なんていうかな、深刻な、本当にこう、
保育園の場所、あ、本当福岡、羽田空港に預かるとこあるんやね、とかね。うん、それあ、これいい広告やね、と思ったんですよ。そんなのやったらいいけど、ちょっとうちはそこじゃないじゃんね。うん。でも場所はね、だから何でも言えって思ってるけどね。それやったら、春町に泊まるあの路線のバスの中に、あれ意外と安いんですよ。一年、月に1万もするか、5000円か1万ぐらいしかしないんですよ、次は春町、うるかを預けるなら春町、どうのこうのとか言って、地下鉄やったら今、売るとか、あ、買うとなんとかロフトとかで、ね、ロフトの宣伝があったりするんです。うんうん、あんな感じの、地下鉄は知りませんけど、意外と安いんですよ。うん、そんなにびっくりひゃっくりするほど安くないか。あっちの方がまだありや。音でね、覚えとってもらってみたらね。バスを使う人が少なくなってるから、うん、あれなんでしょうけど。でも、この間も、金が、なんかえらい高いらしい。だから、でもどこに売りに行っていいからわからん。お孫さんか、お嫁さんが、春町店が高いよって、みんな結構あそこ売り行きよらしい。うん、でもどこにあると今度連れてってって言おったら、旧大の病院に行って帰ってきたら、えらい電柱広告があった。ここ、で矢印で行こうと思って、矢印で来れたって印象から、うん。やっぱそうなんですよね。で、それでバスとかに乗ってた時に、次は春町って、その春町地点ね、ご用命、なんとかかんとかのご用命は春町へどうぞ、春町地点どうぞとかね。あ、じゃあこのバス停から降りてからなんやね、とかね。っていうのを知っとってもらうのには、そっちの方が、チラシ変に巻くよりは、そっちの方がいいかなと思ったりするんですね。うん。うん、ちょっと、そっちの話は聞こうかなと思うけど、うん、その電光掲示板じゃないけど、なんか、バスターミナルの、うん、中のはちょっと、うん、だって、バスとか乗ろうとしようときって、時間との戦いで、ぼーって見よう。うん、テレビで出してるやつの話でしょ。うん、そう。あ、書いてあるね。うん。見ないですね。なるほど、見らんよね。と思っちゃうけど、私。まだね、乗り物の中の中吊り広告とかはね、ほら、見るものがない健康。私とか、みんな、あとはみんな iPhone ばっか見るじゃんもんね。私ぐらいやん、ぼーっといろいろこう、外見ような。久しぶりに外に出たから、いろんな、外の、シャバの情報、生の情報は、キャッチしちゃろうと思って、健康し見ようけど、見よらんもんね。みんな見よらんもんね。本も読んでないね。え？もうあればっかりみんな。で、結構あれ何しようかって言ったら、ゲームしようか、まあメールしようか。で、そのゲームはさ、なんか、変にお金を使わせるようなね。パチンコ屋さんよりも上手いくじゃないかな。だってパチンコ屋さんってものすごく場所がいるじゃない？それから言ったらあれの方が、ね。なんかそう、固定費がかからないよね。だんだん取って変わる時代が来るかもね。だってパチンコ屋さんだって潰れようとか潰れようしね。何の話だったっけ？いや、それでさ。これでもね、結構ね、うまくいきよったとしても、あ、やっとうまくいったね、じゃなくてね、常に気にしようかないかん部分なんですよね。人のことって。そうです。ね。うん。自分の気持ちが萎える以上に、人はどんどん気持ちがもう変わっていくから、うん、いかにいい感じにしていくかっていうので、うん、まあそれが職場の教養であったりとか、ね。でもね、職場の教養って本当にうちはおかげさまでは気をつけずに、お客様が出入りする場所なので、うん、置いとくだけで、本を目当てにお客様がまた来られる。うん、もしくは、こういうお店を知ってるということで、おばあちゃんが自分の孫娘さんに結局、自慢のお店として孫娘さんを連れて来られる。うん、今日おばちゃんがおってよかった、要するに、うちの、孫が、合わせたくって、とか言ってから気にしちゃうから、職場の教養、あれを渡したことで、そのおばあちゃんは、うちの店を一目置いてくれるんですよ。これは、1万円どころの話じゃないな、という。うちはあれは、あそこにあれを置くことは、なんか、暴力ありそうな感じ。そういうんですけど、今日の人はね、遅刻してきとって朝起きてしたけど、チーンとおりんが鳴りよったんだけど、うん、他の話に切り替えるべきでしょうね。うん、転んだ時の、失敗した時の、話はね、でもテーマがそう設定してあったんですかね。でしょうね。だから余計、よす、いやだけど朝起きの話をするんやったら、刻限は、でも、そうだね。
遅刻するっていうのっていうのは本当、いけないことなんでしょうね。うん。ていうか、聞きに行きようほどギリギリで申し訳なかったなと思ったら、話す人が遅刻してきたらいかんよね。で、テーマがあれやけ、痛いなと思いな。でもみんなよく我慢して、でもみんなよく我慢して聞きようじゃねえと思うよ。うん、みんなこれで苦毒を積み合わせちゃうねと思う。原稿不一致が一番いかんもんな。あ、でもまあ、一生懸命話さないかんと思って、で、いつも4時に起きるって言うんですよ。4時に起きとられたら、ここは遅刻しとらんべえもんか、お前な。話を切り替えきらないかな、うんうん。切り替えるぐらいの応用力がないでからね、トップはね。だって絶対その話をせないかんって決められたとしてもよ。うん、遅刻しとって、4時に起きてどうのこうのなんていう話は、それはもう、皆さんよりも30分前におって、静かにそこに座っとう人が言うべき話だって、うんうんうん。口に出すってことはそういうことやけどね。人の振り見て、まあ、振り直さないかんだって。時間は、何も、レーズの方ですか？なんか守らないかん方だなと思う。守るべきものだなと思ってますね。あ、実際には。守ってますよ。うん。うん、守ってますよ。うん、なんか、基準時間がありますか？例えば5分前とか10分前とか、なるところにいるようにしているとか、あのね、何か点があれば、間に合わなかったりとか、たまにやるけど。一応、人様のお家に行くっていう時。あ、でもその意味だからさ。カウントダウンパーティーに12時過ぎてから来たりしながら。毎週、一番最初がそれですから。遊びでも約束の時間を互えてますからね。あれはちょっとはっきり言って、人生の中で数えるくらいのアクシデントですよ。どっちかっていうと、待ち合わせして、人が慌ててきたら、はい、ごめんなさい、お待たせしましたって言うと、うん、私も今来たところよっていうのが、最高に私は、そこにロマンを感じる、うん、タイプなので、うん、本当はそんなのありえないんですけど、うん、でもね、まず自宅にお邪魔するっていうのは、時間よりも2、3分遅れていくようにしてるんですよ、わざと。なぜかというと、呼ぶ人は準備をした後、最後に、例えば、ま、エプロンを外して、ちょっと身支度をしてるとかなんかっていう時間なんですよ。うん、12時に来ら、もう来られるなっていう時、うん。なので、一呼吸補給、もしかしたら最後の点検で最後にこう何かをしてらっしゃるっていう余白を、向こうに持ってもらう、余裕、向こうに時間の余裕を持ってもらうという意味で、3分から5分わざと遅れていく。で、それ以上遅れたら何しようどの人って話になるので、うん、わざと3分から5分遅れていく、うん。これはちょっとお茶の先生習ったんでしょう。わざと遅れていきなさい。うん、だけど先生わざとさ、一緒に車で行ったんですけど、だから私たち早めに行かないかんと思っておけね、うん。15分前に自宅に着くように行ったんですけど、うん、先生が、わざと遅れて行きましょうと。うん、でそれで、こう、周りをご近所をこう、ちょっともう、大堀公園の花火が見れる、ご自宅から見れるお家に呼ばれたので、それでわざと、そんなして行きました。うん、なるほどなと。で、あとは5分前ですね。うん、約束の5分前。うん、かな、基本は。それをし始めたのは、何年ぐらい前からですか？あ、ね、その、時間が守らないやばいなと思ったんで、それは、あれです。それこそ、お茶で、利休さんから刻限を早めにっていう、その利休七足の中にあるので、うん、実践して初めて、だから、しないといけない。頭で分かってるの、うん、本当になかなかできないんですよ。できないんですけど、刻限を早めにって言われてるので、うん、気づいて、それをちゃんとやろうとしてるのは、二十歳ぐらいから。うん、からです。二十歳ぐらいから。それと、した約束は必ず守る。うん、
こういう理由でごめん、行けなくなったっていうのを絶対に、避ける。うん。っていうのはありますね。うん。これは、どこまで、求めていきますか、社員、スタッフ、あと、アルバイト。あ、それをそれを、はい、人に、はい、ね。回転時間と変更するのが、時間で用意するわけですよね。育児をそれはどこかで求めないかっていう。はぁ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 。日曜時間で。うんうんうん。お店が10時に開くんですけど、はい、立ち上がり、いろいろこう、開けていろいろこうするのに、30分くらいかかるんですよ、やっぱいろいろ。10時開店するためには、9時半にはいないとできないんですよね。うん、10時オープンは。そういうところでしょうね。で、求めるっていうか、自然とそうなってきてて、そういうことでしょうね。だから、普通は15分前でしょ、うん、自主的に9時半。でも、どうかしたら、パート A さんとか9時15分にいますよ。9時15分以上います。9時5分とかにいますね。うん、でも、掃除してないんですよ、ね、何してるか。とりあえず、早めに来ておくっていうことで。あ、というか、保育園に9時から預けてっていう時間で、そのまま来るからっていうのもあるでしょうけどね。だから、時間を早めに、こう、イニシアティブを取るとか、なんとかっていう意味よりも、その都合でその時間になってるんだとは思うんですけどね。えらい早く来ちゃうね。で、セールも9時からなんですけど、8時半からお客様いらっしゃいますもんね。お客様が。あ、セールの日は9時に開店する。そう。朝9時から夜の9時まで。あ、その、9時って知ってるのにも8時半から並んでる人がいる。うん、なんで、そういう、早くからいらっしゃるお客様のためには、今回は、ちゃんとこうカルピスオーダーを用意してて。うん、でも、あんまり直前だともう、ほら、濡れたてで商品触られることになるんで、うん、もう30分前から並んでらっしゃる方にだけ、配ると。うん、ので、あ、カルピスウォーターぐらいの人もって、うんうん。よく考えたら、寒い時はあったかい、ミルクティーみたいなのとか、ね。冷たい日、寒い日と暑い日だけは、うん、その時には応じたものぐらい用意しようねって話だって、そうねっていうことから。ただ、今回の失敗は、うちは現金特化なので、現金のつもりが、現金の方がほぼやろうっていうことだったんですけど、やっぱどうしても中にはカードもいらっしゃって、カード。だから、カード切るだけだって、カードのキャッシュ、なんて言うんだろう、あれ。キャッシャーじゃない、キャット。が、ビーってところ壊れてたんですよ。うん。2週間ぐらいもあるから、確認しとかないと。あ、カード、あんまり、そういうことないですか？まあ、たまにしかない。うちは現金の方が高い、現金特化だから、現金の方が安いもんだから、要するに、あ、これいいわ、ちょっと置いてて、今お金下ろしてくる人、お金下ろして買いに行かれるんですよ。うん。なので、現金、カードは、それがね、なんでカードをそんなに、うちがあんまり積極的に良しとしてないっていうと、それは、カード会社にとってドロコンとかじゃなくてね、金目のものでしょ？たら、カードで買っといて、換金目的みたいな人がいるんですよ。はいはい、だから、それでなるべく、現金とかで、安くしてますと。それで、カードで買われるときは、いわゆる、カード手数料をお客様負担にさせていただいてますと。で、普通は、そういう売り方って、しちゃいけないみたいに、カード会社は言うんですけど、ほら、あれと一緒。ガソリンスタンドは、現金とカードで、単価が違うじゃないですか。っていうような形で、現金特化という説明で結構ですということで、カード会社さんから説明を受けたんでしょ。それで。だから、カードだったら、現金だったらいくらですよ。カードで払われたらいくらですよという言い方はあれなので、現金特化という、表記でしていただければ、要するに、現金の価格とカードで買われた時の価格に差があっても、それは構わない。で、特に、質屋さんは、業種だけに、そういう事故が起きない方がカード会社にとってもいいから、っていう話からね、他の商売とちょっと違いますから、わかります。それは、同じことで。それはね、なんでそんな話になったかっていうと、
ヤフー簡単決済ではなく、うちでカードを切りたいと言われたんでしょ。要するに、ヤフーをネットオークションで落札したものを、直接店に来て、カード決済でしたいでしょ、と言われたんですよ。簡単決済のカードを使う。じゃなくて。うん。何が違うんだろう。はい。手数料が高いんでしょ。簡単決済。きっと。金額が張るもの。だから25万とか30万ぐらいの時計とかやったら話は違うんでしょ。うん。うん。表現がありましたね。あ、それもあるかな。確か。あ、でもなんかあとお店に来るのか。そう、お店に来るんですよ。うん。で、現金払うのはいいけど、そこでカードでって言われたから、ちょっとほら、うちにしてみれば、ヤフーで 5% 持っていかれるわ。カード会社の5分。だからもう利益取れないって話なんですよ。利益いただけないの。遊んでるみたいになるから。で、それでいいですよって、その結局、私に相談なく、もう、電話に出た子は答えてるんですよ。うん、でいいって聞いたから来たのにってことで、もうガンガン。で、またこれが悪いことに、ネットっていうのがほら、評価に悪く書かれるというのも、頭も最悪の事態ですよ。っていうので、参ったなと思って、今回はもうそれで通したんですけど、なんていうかな。カード会社さんにね、だけどその 5% をうんぬんっていうのは、そのうんぬんっていうことで向かうが困りますみたいな話になったときに、すいません、ちょっとうちがね、結局、その利益を実際、その、要は、販売というよりも、その、いわゆる、貸付金回収みたいなところに近い、その、いわゆる、こう、側面があって、利益が取れるような、商品じゃないんだと。うん、20万の貸付のやつを19万8千円で売ってるような世界ですから、もうはっきり言って、ほんと、100% 回収できないじゃない。それからまたそのパーセントあれなので、ちょっと、なんとかならないもんでしょうか、みたいな。ただ向こうから逆に提案する。現金特化という表現をしていただければ、で、他のお店からも、そういうご相談して受けることあります。うん、そうでしょうね、ちょっと、うん。なんかそういう形を取られてください。と、うん、いうことで、うん。なので、あまり、キャッシャーは、キャットはあるけど、しょっちゅう使わないんですよ。うん、なんか、こないだ使ったのが、その何 ?1 ヶ月前とか2ヶ月前とか。うん。うん、なんか1年に、30枚ぐらいあるかないか。うん、その、ちょっとカードでしたのかね、うん。っていうぐらいにしとかないと、うちはカードでバンバン買っていかれたら、その商品をそのままどこかに売りに行くなんていう人を促進することになるんですよ。うん、なので、わざと現金とカードの値段が違う方がいいんですよ。うんうん、っていうのがあります。これちょっとうちの特徴ですね。うちの業者。うんお客さんの話が5分前からね。あ、5分前に待ってるっていう話から販売の方に流れてた。あ、で、何の話？いや、その時間も大事な要素なのですが、それを自分がどれくらい守ってますかと、それを、その、時間を大事だよっていうことですね。時間も大事だよって、いや、分かっとっちゃうけど、いや、それこそだけんさ、今日自分が遅刻しちょってからそんな話が進展したみたいにね、自分がギリギリ来とって5分前に来ないよってなかなか言えんから、もう逆に早く、私より早く来とっちゃったら、すごいな、こんな時間早く来とっちゃね、みたいな話なんですよ。自分ができんことあんま人に言えないし、ね。時間を守り守らんっていうのは、こう、カットはできない。時間から時間守る人に向くけど、時間守らん人が明日から頑張りますって言って明日頑張れるっていうのものじゃないから、うん、その人の性格というか、人となりがこう、結構、明確でする。はっきり明確でするもの。その会社によっては、お店によっては、その時間、きっちり守らんと、もう、一分で無職したっていうですね、1時間分なしとか、いう話もね、あったりするし、
タイムレコーダーを少し、後に送らしておく、パブさんとかも、出てくるんですけど、でもまあ、その、時間にしっかり守れる、お店ですとか会社ですとかっていうのは、まあ、あらかじめ、出しとける情報でもあるので、その幅割り出すときでも、ネットで出すとか、そういう、なんでしょう。時間について守れない人は、対応もできない。ああ、ちょっとね、今回の人ね、約束が10時、11時だったんですけど、ちゃんと15分前に来られてましたもんね。うん、うん、そう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 、そう。もう、いや、それもバッチリしてきてありました。うん。そうそう。あ、もう、私がね、11時に来られるから、絶対普通心ある人だったら15分前に、ぐらいに来られることもあるからと思って、30分前ぐらいからスタンバってたんですよ。うん、いつでもパッと来られて、パッと対応できるようにと思って。あとはもう15分、あ、ちゃんと15分前来てましたね、みたいな。だけど、言われてできないよりも、もう最初のこの時点でね、15分前に来た時点でね、それはそこは OK なんですけど。うん。あ、そこでその、覚悟があるっていう、本気度が分かるっていう。うん。とか、その、最低限そんなことがほら、できて当たり前の人じゃないですか、はい、最初はね。それアクシデントはありますよ。それ、例えば、台風の日とか。ね。いつもと違う時に遅れてくるのとは違う。面接ってもう絶対あれですからね。それの15分前にね、されてあるっていうのはもう確かに。うん。そうそうそう。今日の話なんか遅刻してきたあの話はね、しきらんと思っちゃうね。だから、なんちゅう高顔無知な人なんだろうと思って。ていうかもうこの話は今日すみませんできないので、ちょっと違う話させてくださいみたいなね。もうほんと、おちゃらけにしてしまう、もうほんと申し訳ないっていう感じ。で、違う話を心証するべきなのかなって思ったんですけど、ちょっとね、あの集まりはちょっと不思議な集まりかもしれん。なんか。今日それは強く感じてましたね。で、誰もそれを止めないし、矢島を出さないけんね。いや、私ね、本当に、立ちが悪いというか、私なんか言ったら、その人に向けた指を自分に向けなさいみたいな言われるから、で、あと、それを私を紹介した人の顔も靴しちゃいけないからと思って我慢したんですけど、そんなしがらみがなかったらね、あんな草って、遅刻しとくってその話じゃないよって、私本当は何度か言いたかったっちゃけど、でもあんま言いたいと思って。これでも逆に言えば、同業者の仲間内とかだったら多分そのやじ飛ぶでしょうね。うんうん。まあ私はないよ、みたいな。あれが通るっていうことは、ぬるいのかな、それとも鈍いのかな。どうしようかな。まあでも、朝みんなは6時に間に合うんで、で、大役員さんは何時に来てるのあれ。30分前。それもね、すごいね。言ったけど、要するに、スタッフの人は4時起き、もしくは3時起き。すごいね。それ何年したのあれ。20年。それは何どこの階福岡市、博多駅、筑紫口で。ああ。なんか、今回も、なんかその数をみんなに増やさないかんっていうスローガンのもと、なんか声かけられたって感じだけど、なんかこう、なんて言うんだろう。取ってつけたいのように思い出したって感じですもんね。うん、だからよし、あの人やったら声かけたら来そうみたいな。うん。あの人にとってはこの回いいんじゃないかいなと思って、ふっと自発的にどうっていうの、その、集めないかん数値目標があっての後付けやから、なんかそんな親身に人のことだと思うかなって言うようなのと違うな気がする。入った、入る前と入った後は使い方が全然違うんですね。なるほどね。なんか9月が締めなので、ほうほう大体4、5、6、7、8で追いかける。なるほど。はい。で、今、3000っていう数字も圏内です。うんうん、まだ完璧ってないと思う。3000行くのは簡単なんですけど、うん、その、
入った分を落とすんですよね、そこ。何を落とすって。あの、みんな大会していくんですよ。ああ。100人入ったら。はいはい。完全にもう、無理やりな営業をしてるから、はいはい、あとフォローするとか、あんまりこうないし、その、強い動機づけもない。なおさら6時に間に合うように出てくる。すごいハードル高いのに、もう変わらず、人が出てきたらいいことあるよっていうのを、こう、市民なら、ちゃんと言えない。だって、その、勧誘した人も、なんやこれとか思いながら変わってきてるわけなので。なるほどね。もうね、ここ書いてあることはすごくいいことは。うんうんうん。ただね、いや、ただね、ただね、やっぱ冷静に見たらね、これがおかしいよ。これ。わかる。まだまだもうちょっといく。あのね、ここがね、やっぱ限界だね、と思ったのがね。いや、後からさ、うん、ここ俺の限界。あのね、ちょっとライト来ないの。悪い人は悪いって裁かれないか、みたいなことが書いちゃっちゃう。あ、そうそうそう。良い人、正しい人が幸福になり、悪い人、不正な人が不幸になる。間違えれば、罰を受けるというように、人生はそうあってほしいと皆思っている。いや、違う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 。ここが、これの限界。うん。あのね、仏教はさ、人を殺して、要するに自分は罪人ですと。ね。それも悟って、結局その、いわゆる修行を積んで、うんぬんということで、あの、なんていうかな。罪人が、本当に良心の呵責に苦しんだときに、あの、いわゆるそういうこう、あの、仏教という、あの、世界に入っていくときに、こういう広大を会えたよということで、その悪をも救おうとするのが、その宗教なんよ。それは本当の意味の宗教ね。だからほら、ダメなやつはダメっていう、ここ低俗なんよ、これ、はっきり言って。うん、だけどこれは、あ、これは低俗だなと思ったわけ。うん、だけどとっても、魑魅魍魎の人たちが読む本よ、はっきり言って。うん、うん、と思ったと。だけど、やっぱ、あの、みんなそんなに賢い人っていうか、これ本当にあれじゃないけんね。それを読んだときに、そうよねって思った自分はね、弱いよね、やっぱり。これ違うなと思ったじゃん。あの、え、それこそ、あの、あれよ。今朝がけ。うん。だけど、その人が悪い、一方は悪く、だけど、この話したらさ、何を善として、何を悪と取るか。これ方向性見る角度によって、善と悪も変わってきますよねって話になるわけ。ですよねって話。そうそうそう。だけど、それを言うっていうのはちょっと単純な部分があるよねって。うん。だけど、白黒はっきりつけるんだってなかなか難しい。うん。だけど、白黒はっきりつけろみたいな話があるよっちゃけど、うん、千賀和尚もちゃんと丸ペケ三角納豆やん。うん。グレーな部分ってあるんよ。で、そのグレーっていうのが曖昧ではなくて、もうぼかしてやっとくわけよ。うん。っていうのが、あの、自然なんよ。人に対してね。うん。だけど、あの、ちょっとここがね、違う。あの、不正な人が不幸になるじゃなくて、正さないかんって。その改心するっていうのが宗教だよ。それが自分の力でないと人のようはなかなかできんけど、あの、だけ、諸葛孔明がさ、ここから以上侵略してきたらいかんよって言うけど、なかなか来るわけよ。なんか知らんけど、まあ、その領土やけん、まあ、ちょっと、じゃどっちが先かみたいな話はなるっちゃけど、ね。こうか侵略してきたらいかんって。7回許して8度目は向こうは悟るって言うやない。7回許さない感じだね。悪い行いよね。ちょっと感じじゃないから。だけど、ね、そういう意味では、これで、もし共鳴しようしゃあとやったら、あの、もう、うわいい話やと申し上げたら、ちょっと単純かなと。でも、それでも、朝早く起きる。朝起きて、まあ、よろしいけど、まあ、いいじゃん、どうでもいいじゃん、そんな言葉、はっきり言うと、あの、パッと起きて、目が覚めたら、12時やったらもう12時から活動、夜中の12時から活動って、肝臓悪くなるですもんね。わけわかんなくていいですもんね。もうわけわかんない。それよりも、その、何かの目的で、例えば6時にそこに行くって言ったら、5時に起きるけんね。その、5時に起きるための習慣作りにとってはいいと思う。うん。でも別にこれに別に傾倒していくことは、この中に、深入りしようという気はない。はっきりしてるでしょ。だけど、その、朝早く起きて、動き回るっていうのはね、いう一つの活動としては悪くない。うん。そんな感じ。うん。だけど、この本は、読んでね、悪くないけん、なんか結構、言えば、こうなんか生ゴミみたいな言葉しか発せん人に、もしかしたらこの本は、うん、なんかいいあなたの発想の一部になるかもしれんって配るんやけど、ただなんかね、
あの、変わっていきんじゃっちゃう。うん。っていうのも、一つの、うん。でも私、言おうと呼んだら、あそこのとこはスカンちゃんねって話なんですよ。うん。スカンも今。おーと思ったと、私、後からで。え？裁かれなくてはならない。そんなことは、いや、だって、こんな感じだよ。良い人、正しい人が幸福になり、悪い人、不正な人が不幸になる。間違えれば罰を受けるというように、人生はそうであってほしいとみんな思ってる。思ってないよね。うん、悪い人が不幸に、不正な人は絶対不幸、人の不幸を願うとというこれ。恐ろしい。何これ。って思う。思わかった。真面目に音なってるわ。そこまで、あれね、音楽させなきゃいかんと思ってるんですよ、でしょ、うん、私は黙って読めばいいの。そう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 。っていうか、黙って読めばいいっていうか、黙ってこの本に向き合うということは、やっぱり一人ですよ。一、うん、人が寂しき意見どうのって感じ。ほんとそうだよ。あのね、一人で読まないかんじゃん。しかも声に出したらいかんじゃん。うん、あの、今みたいに、なんかの時にパッと開けて、いや、思ってない、思ってない、そんなこと思ってない。ちょっと待って、少なくともこんなことを思ったような私じゃないよ、みたいなね。それで気がつくった。この本はおかしいで。はいとか言ってるわけね。そうそう。だからあの形を真似しようとかも何も思ってないみたい。で、逆にね、この本を配って、ね、はい、あの、岡田さん、この本いいっておっしゃってましたけど、私はどうしてもここが納得できません。なんだそんな感じ。そういうの。私も実はね、そう思っとった。だけど、まあ、その、いろんな人との発想でね、あの、完璧な人っておらんけんって。で、例えば、あの、いろんなこう道元さんがおったり、こう、あるやんって。で、この人の、うん、カントさんとかだと、ニーチェ。ああ、いいね。あの、自分にとって嫌だなと思うものを、その自分から切る必要はない。自分に本当に不必要であれば、自然とそこから、自分から、自然と勝手に向こうが去っていってくれる。自分から勝手に切る必要はないとかね。いいな、シンプルで。そんなんでいいんですよ。うん。だけど、いいなと思うものを、ただこう、心に決めとけばいいから、これに別にそんな傾倒する気はないですね。ただ、朝から活動するという習慣は悪い、決して悪いことではないので、うん、それの習慣にちょっと力を借りるみたいな。だって人の不幸を願っておるのはさ、なんか万人幸福の仕事だ。悪いってじゃあ、誰を悪いって言うとねえ。朝来ないのじゃない。え朝来ないのこと悪いって言ってね。あ、ただ確かにね、入っとって、そこにパッと見たら、あの人もメンバーやった。はい、この人もメンバーやったって。来なかったらダメですよ。あれ、もう行かないんだったら、撤退し、あの、大会戦と、あの、幽霊は帰って、あの、要するに、信用を落とします。あれは。ね。行くんだったら、ちゃんと、少なくともその役員とかにならないにしても、必ず、あれだって出席して、まあ、降りるわけじゃないですか。行くなら行く。行かないなら行かない。あれ戦と、あれは、行か。帰って。うん。あれなんか名前だし、次は行きようじゃない。あら、行きようじゃない。あれ、あの人のせいだった。知らんかったとかね。じゃあダメ、うん。これは、あの、入っておくべき。入るんや、行くなら行く。行かないねんかな。そうか。いや、だけそういうのが、人となりが見えてしまう。うんうん、だけまあ、勉強にはなりますよ。とにかく。うん。うん、あの、こう。ねえ、こんな大人にはなりたくないと思うとったら現実問題。うわぁ、自分はこんな、これを用意してなっとったら、やっぱ甘くなるよね、とかね。うんうん、でも、そうか、ストライクゾーンを広げてるのか、もしくは、まあ、それもいいよ、あれもいいよっていうのとは違うかなと思ったり。でも、若い時に比べたら、検索のパン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 でさ、私も打ってくださいっていう、そのファイティングスピリッツがなくなっとった。だからあれは、こうやって打ってくださいっていうのは、ある意味、果敢に、うん、あの、ファイティングスピリットの、その結局、おい、カモンって言うのと同じだと思うね。それを、あの、しなかったっていうのは、ね、積極性がないみたいな感じの言うことが、よいしょとっちゃう。私は若い時の景気盛んな頃に比べたら、そういう意味ではないかもしれんね、と思ってね。うん、そう、反省しましたね。うんうん、社員を連れて行けます。ねえ、なんかね、うん。それはもう。っていうか、社員が行きたいって、もしこんな、ただ行っていいけど。でも今日みたいな話をよ、遅刻してきとってよ。そんな話されたらさ。次回行かないですね、その社員。よねえ。
で、しかもね、そのことでくたびれ上がってよ、本柱の仕事がぼーっとなっとったら、それならちゃんと、ね。出てこい。店先にちゃんとベストコンディションで来てもらった方がいいよね。やろう？どうなんやろ。経営者、今一応限っているのはあるので、まあ、でもほら、要するに、まあ、家庭のお母さんとか、それから、まあ、要するに、社員さんも来てあるのは来てありますよね。うん、特に、あの、神奈川、あそこは神奈川会長だから、神奈川会長の社員さんである人。だからほら、いかにも美容師さんって感じだけど、みんな髪の毛が金髪だったり、あの、結構ちょっと派手な方も来られますもんね。あうん。だけど、要するに。だから、神奈川会長は朝からおられて、やっぱこう、朝話しとったり、うんぬったら、社員さんたちにしたら、一美容師のか、あの、会社じゃなくて、こういうふうにほら、人様の前で、こうやって話してるうんぬんっていうのを、あの、社長なんだったら、士気は上がるよね。こう、公的な感覚っていうか。うん。だけど、あの、役、お役を、あの、引き受けて、きちんと全うされれば、される姿を見せられるのは、社員にかなりいい影響を与えていらっしゃるだろうなと思います。それは感じます。うん。だけど、その、うん、何かあるものを、自分のものに、いかにこう、あの、なんていうかな、使いこなすというか、いい意味で利用するというか、あの、それもセンスだと思うんですよ。うんうん、それでうまいんじゃないですか。うん。と思うけど。ただね、今もしかしたら経営内容が悪いのにあんなことしょんしゃんのやったらチンプな話ですね。うん、でも経営ってさ、その時は良くても悪くなる時もあるし、うん、いろんな、もう本当にこんなに猫の目のようにくるくる変わる生き物はないから、うん、面白いっちゃ面白いけど、本当に目が離せないものですからね。あったよ、めんどくさいって言うよね。自動化されないなんて、めんどくさい。こんなもんが自動化されるやったら、じゃあ、何するとほかにね。安定して、利益が、するように自動化していかないかなとか思う。なんか、世の中変動することは織り込みというんで、うん、もうその、変動することを踏まえた、ちゃんと経営ができるように、不景気だからどうのこうのでみんなの仕事とか、もうどうかなって。まあね。なかなか難しいよ。うん、ね。いや、私そこ、難しい件考えたくないめんどくさいって意味じゃなくて、なかなか難しいよね。でも考えるじゃん、おいしい。考えちゃう。うまくいかないことが多いなっていうのが大事です。うんうんうん。自分のこうなろうと思ったことが一番こう、本当にうまいことがない。うんうん。その、たったちょこっと一割ぐらいうまくいっていることのおかげで増えているっていう感じ。ああ。うん、失敗に出る。いや、でもなんか失敗の数で、あと、何個100個ぐらいの失敗のうち1個ぐらい成功しちゃう。どれぐらいリスクを払う。まあ、もっと。100個もあれば、4個ぐらいは。ああ、ぐらいの数じゃないよ。普通、みんなもきっとそうなんじゃない。もしかしたら。その5、6個の数だけでみんな増えてるんだなと思うと、不思議やねえと思うんだけど。いやー、だけどね、この、うん、行けば、こう、生産性というか、あの、収入というか利益というのは、利益というのはお客様からしか生まれないし、その、お客様で、しかといって、かといってお客様は神様でもなくって、この人が本当にうちにとってのいいお客様なんだっていうのが理解できる人、つまり、金、たくさんの利益を落としてくれるのがいいお客様っていう意味でもないよね、本当はね。うん。で、そんな見極めの中からね、そういう努力をせないかんっていう、その、ことが分かっとんしゃ、っていうか、まあ、分かってもらう人にね、一緒に働いてる。この、
この苦労の連続やろうね。うん。その人と一緒にやっていくっていうのはね。この組織、あのね、組織戦略ってその頭で分かっとって、実際今、うちが、自然とそう今そうなってしまってるんですよ。うん。うん、いや、実際、それで数字もいいわけですよ。うん。変な死んでる人件費がないもんだから。うん、でも、これは別にこっちが、あの、したわけじゃなくて、なぜ、あの、なんていうかな。本当の意味での正しいやり方をしようつもりなんやけど、のらりくらり、あの、のらりくらりな、あの、社員でいたい人たちが、ここじゃ居心地が悪いもんだから、うん、うん、いないわけ。うん。のらりくらりしておきたい。その頑張りたいわけじゃない、うん。仕事で頑張る気はないですから。うん、っていうのはね。でそれはちょっとね、うちには居心地の悪い場所。だけどね、本当に今回嬉しかったのは、あの、入れ替わり立ち替わりも派遣の方にこうお手伝いしたときに、ここは優しいって言ってくれたのがね、うん。つまりもう、理不尽な、あの、厳しさみたいなところは、彼女たちは知っとうけどね。うん、外を、予想知ると本当に、うちがいかに理不尽じゃないかというのがね、うん、分かってくれるので、まあ、そうね、だって50歳ぐらいの人、あの、今回求人にしに来てくれた人っていうのは、このままお断りしてしまうのももったいないかなと思うんですよ。その要するに時間の観念とかいうようなね、意味から言ってもね。うん、で、その、一番最初の学校は、いわゆるあれですよ。大手の寸大予備校の、まあ、事務さん、事務系の仕事をしてらっしゃったんですけど、うん、ほら、18歳が少なくなるか少子化に伴い、あの、要するに、このままじゃ経営が悪化するっていうのが分かってるので、その要は、早期退職者を募るっていう時に、まあ、その募る方に入ったと。うん。ことらしいんですよ。でそれからも、コロコロ、まあ、転落人生じゃないけど、どんどん収入が減っていくみたいな状態だと。うん。だけど、不誠実ではないんだけど、悪い意味でちゃんと時代の波に乗ってしまったじゃん。そう、こう、自利品になっていく時代の波。うん。か、うん。だけど、その、だから悪人ではないっちゃう。そう。だから自分の考えで、自分の考えで、あ、ここはまずいぞっていうので、自分で生き方に自立しなかった、もう典型的タイプなんですけどね。だから、多分、与えられた仕事はコツコツちゃんと親になると思うんですよ。うん、で、その、そういう働きの思考回路の人が、質屋のスタッフとして向くかどうかって話なんですね。逆に。幹部として。という気がするんですよ。うん、だけど私まだ本当にね、要するに、いわゆる本当にこういい歳になって退職とかした時の将来のことも考えて、うん応募しましたって言っちゃったら、将来のことを考えて応募しましたって言っちゃったら、うん。とかもっと具体的にそういう自分のプランみたいなの。うん。60とか65とか。だけどもうそれこそ60でいいじゃないですか。ね。10年。だって10年ぐらいでかかるんですから。ね。とか、それ前でもいいですけど、あの、要するに、ノウハウを身につけさせていただいて、自分でやっていきたいなとかも、そんな、厚かましいことも考えておりますと。50やったらそれぐらい言っていいじゃないと。うん、逆に。ね。50で若いって言われる人たちですかね。ねえ。いいと思う。それぐらいのつもりで、それぐらいのつもりで言ってくれんしゃうのやったら、こっちも一人前にしようと。うんうん、で、うちが修行の場、要するに、修行先やったと。いうのやったらありかなと思うんですよ。うんうん人はそういうのとかわかんないですけど、まだ、話をしたの一回だけなんです。そうなんです。もう一回ぐらい話すべきかな。うん、ね、まあ。こんなの欲しくてあげないと、それが、出てこない。深いのか、空なのかではまだわかんないですね。もうちょっと早いかなという気がします。そうなんですよね。いや、それでね、ほら、大体ほら、はじめ、いろいろ壊れして、大体直感でわかるって言うけど、わからないんですよ。これは。うん。うん そういう飲み込みがいいのとか悪いのとかもね。すぐ自分、でもほら、面接に来てるってことは、ある程度自分のことを出さないといけないと思って努力してらっしゃって、あれぐらいってことは、日頃はよっぽど出さないと思うんですよね。だから出す努力を。
押して、あのぐらいしか出さないってことはね。うん。でも正直には言ってありましたね。本当に。すべてのこと正直に言ってありましたね。うん。その、自分のその通貨過程をね。うん。なんか私はもう目のことがある細かいものを見る作業だから、その、今までずっとやってきと、今までの感覚で、今やってますけど、自分よりももっと、私めっちゃその、別に、その、老眼が入ってる目でね、その細かいものを見るっていうのは、かなりやっぱ至難の技だですって、うんうん。だって今、なんかな、やってらっしゃる方たちっていうのは、私たちも年上、上でしてらっしゃる方たちも、まあ、高校卒業、もしくは大学卒業、うん、それか、もともとお家が質屋なんですからね、うん。遊びの中にルーペで覗く、顕微鏡で覗くっていう世界がある人たちでしょ。うん、ちょっとね、うんうん。で、質屋さんはね、ずっと家に置いて、世間が狭くなる商売だからということで、より、余裕があるのであれば、みんな、外に一度勤めるように、親父さんとかは勧めるんですよ。うん。あまりにも世間を知らんかったら、その仕事が流れがわからんけん。いろんな、物とお金の交差点だから、なぜ資金繰りが必要なのかとか、なんかとかいうのとかも、いろいろ、こう、見聞きするためにも、30ぐらいまでは、外の世界を見させるっていう人が多かったんですよね。私たちの上の世代はね。でも、私たちから下は、もう、かなり取り扱いの商品が専門的になってきて難しくなってきてるので、その、若い時から身につけておこうが早いとかね。うん、まあみんないろんなこと言ってあります。でもそれは、まあ個人差。考え方なんです。うん、だって、うん、その気になれば、いくつからでもできるんじゃないの？そう、興味があれば。興味があれば。ね。資格がいるわけではないですよ。ね。本気でその商売として成り立たせろっていう本気度があれば、じゃあ、そのためにはどうしたらいいのかってことと、おのずと、そのためにはってこう考えたら、わかることですね、うん。本気になれば、できることと思ってるんですけどね。だけど、ベストメンバーとしては、ベストな、組織体系とすれば本当は、これなんです。これなんです。で、この余力は、資金的にはあるんですけど、これがなかったから、じゃあ、その分の、に当てろうと思って、電柱こう、ダーンなわけですよ。うん。だけど逆に言えば、その人たちが、自分から去っていかれた分、その分の経費が。うん。だからそのままやったら、税率、余計税金払うみたいな形だけど、ああ、もうこのままやったら、税金余計になってしまうっていうのが、もう半年前から見えてたから、あれにしたんですよね。うん、だけど、あれのおかげで、やっぱり新規のお客様、買い物売り場の方に、ひょっこりこう来られる方が増えましたね。うん。うん、とか、昔、うちをよくお買い物とかなんかに来られた。だから、また思い出したかのように、息を吹き返したかのように。うん。うん、まあ、ああいうのは悪くはないですね。安定した経営？うん。よし。でしょ、それでさ、そのほら。信じて任せるのは最高に相手をやる気にさせる方法だって言われてさ、はい、任せたら2億ぐらい大穴が開いて、うんっていうね、こう、他の会社の事例見てさ、あ、やっぱ、みんな大なり小なりやっぱあるっちゃねっていう。で、そこからその後どういうことしたかは書いてないんじゃな、あれ。答えは自分で考えないからじゃね。そうなのよ。だから、法人とその信じて任せるのというのがやっぱこう違って、ね、うん。やっぱこう確認をしないから。もう私、逆の立場だったら、いちいちこう確認やチェックでされたら、こう、私の実力を結局その、なんか、真から信用されてない気がするんですよね。自分がね。だけにしたくなかったんですけど。うん、見えないところでチェックしろみたいな感じだね。でしょ？堂々とチェックするなと。やろ？なんかバカバカに捨てる感じがしません？あ、なんとかかんとか、みたいな。それじゃねえと思うもんやけどね。欲しい時は言ってもらわなかったし、でしょ？欲しい時なんだけど、
話を見てもらったから、ね。でも褒められたくないの、その時。褒められることは別に、あ、そうかって、その瞬間思うだけで、うん、あの、モチベーションアップとかも。で、そうなんだから。あ、そうなんです。けど褒められたら嬉しかろうって。嬉しいは嬉しいです。でもそれよりも、それ自分が気づかないようなところでチェック入れてもらった方がいい。おかしいところだけはちゃんと言って、そうじゃないと任されてる感じがない。放任も違うところ、と任せられっぱなし。あ、放任はだって何もチェックしないんでしょ。それも、あ、丸投げされてるって思うから。あ、そうかそうか、うん、あ、そうかそうか。丸投げは違うと思う。で、なんか、この仕組みがあって、その中で、この部分を担当していくって感じ。それで、あの、その裁量権があって、それを自由にやっていい。ただ、その、引っ越しちゃんと入るので、賢くなったら、なんとかになると。でも、あの、まあ、どんどん、その、仕組みの中で、きちんと育っていくこと自体は、僕もそれを見ていて楽しいっていうふうに思うから、そうですから、いやいや、言うなと。いやいや、なんか、悪いんやったら悪い、悪い時に言ってくれたり。いや、で、それでさ、うちはね、とにかく細かいことは何も言われんちゃうけど、それから人が育たない、もしくは人がさ、社長に、私がこうある、ああるって、私の悪口を言って去っていくわけ。あなたが悪いって話になるわけよ。そんな、それで付き合わされよう人生みたいな感じだったら、もう勘弁してくれって、もうそんな、気ままな人たちが言いようことなんかさ、いちいち切り取ったらやってられんのも、その、改善したくって言いようじゃいけんならわかるよ。もうちょっとこういう風にしてほしいって。ね？やめていくときにさ、そんな人、それでこうだとか、やめていきようじゃその意見なんてさ、無責任やもんね。本当にその場で追って、その場で改善していきたい意見って言ったら、そら、うん、考えない頑張って。うん、そんな、あの、無責任ポーンって、それこそ、あの、なんていうの、途中で、あの、逃げ出す人が、うん、何を言う、要するに逃げながら、ええって言うわけよ。そんなもん聞きよって、どうしとって。思わん。例えば、ここで今火事がありようとするやん。で、それを消さないかんとか、まあ、なんかそれか応急せずに地面で、逃げようよ。そんなのもいけんば聞けてどうするって感じやな。思っちゃうけどね、私から言わせたら。だけど、社長の話も、社長も相手してられるっていうのがあるで、半分ね。もうそういうわけいかんけん。たまーって思いながら。あ、いや、あの、それも言ったらなんか、ここでなんか、お会いがどうのかなとかなとかのあの話から。いや、まあ、でも、いや、でもまあ、ほんとね、うまくいくものだったら、なんでも笑おうつかみたいって感じやろうね、私からしたらね。うん。だけこれ、ね。だって、でも、ほんとこれ冷静に見よったら、今のところ絶対おかしいよね。おかしかろうか。それから言ったら、お釈迦様の教えじゃないけど、禅の、あの、ドラゴンとかね。あの、ほんとに昔ながらの、ずっとこう、あの、何その、西暦、紀元前の前からあるよ、みたいなとか、なんか、とにかくその、昔からのずっとあるののいい教えみたいなののいいところ。それを中にチョイスしていくのはもうありやないと思いますね。うんうん。そういうこと言いましょう。うん。だけどやっぱ、私は思っちゃうけど、あの、一休さんとか仙台和尚みたいにね、こう、難しい説法をウィットに富んだ感じとか、うん、なんかでこう、人にこう、わかりやすいやり方にこう、していきんしゃったとかやろね、うん。とか、まだ、識字率が高くないんだけども、ステンドグラスというあの美しいもので、まるで、うん、あの、紙芝居のようにして、うん、その、結局、キリストの誕生からなんかずっと昔の旧約聖書、新約聖書の世界からずっとせるの、うん。つまり、あの、文字じゃなくて、なんとなく雰囲気で、こう、人に伝わるようにしてあるあの感じとか、うん、それを自分に応用するにはどうしたらいいかな。まあ、そんなにヒントもらうってことでしょうね。うん、伝えないか。うんうん、正しく伝えるっていうの。伝える能力が必要だと思うんですね。そんな中からの勉強として、なんか、うん、伝える術というか、うん、それも学ぶべきかなと思ったりしますけどね。そうそう。ちゃんとでも本当に時間の観念を守ってるっていうのは、その相手を見るとき、もしくは自分もその見られてるっていう意味で、こう、律するっていう意味で、その大事な基準にはなりますよね。正確に、直接、直接、続けるし。ああ、その、特別なことじゃなくてね。普通に、あの、目覚
何とも思ってないです、ね。はいはい。っていう人とは、やっぱりこう、本当に大事な仕事はできないでしょ。ね。ね、うん。まあそこら辺は、そういう基準で人は見てるし、だから、なんかな、そこら辺は、なんていうかな、こう、そういうふうに人から常に判定を受けてるんだという緊張感が必要でしょうね。うん、自分もそういうふうに、うんうん。だから、何々って約束してて、その約束をまず、たがえないように持っていくしかないですよね。うん。うん、それで、この頃お客様がね、期限が切れてて、例えば、6月の二十何日がその期限だと、ね。うち月末までは待ってるんですよ。でも、まあ、律儀に電話をして来られるんで、とかもう1ヶ月は本当は待ってるんだけども、期限が切れて、そのあれだから待っといてくださいって、6月の末までに来ますからって言ったのはお客様にもかかわらず、何かの理由で来れないわけですよ。だ7月になってまた電話があるんですよ。だから、私わざと、期限はいつだったんでしょうかって、6月の末。いやいや、6月末っていうのは待ってたっていうことでしょって。もともとはいつですかって聞いたら、それはもう月末までに来られないと、それまでに3ヶ月猶予があったわけですから、今ずっと待ち続けてるっていうのは、定期券が切れてね、そのままバスに乗ってるのと同じですよ。だから、早めに、いつまで待ってもらえますかと言う。いや、いつまで待ってもらえますかと言ったら待ってませんって。だから、いつまでに来ますから、その、動かさないで待っててくださいっていう話でしょっていうことから、2回目、3回目で、私が声でわかるもんだから、結局、そんな強くおっしゃらなく、言わなくていいでしょうって言うんだけどね。いつまでは待てるんですかって。いや、もう待てませんけど、今日いらしてくださいって言ったんです。で、言って、もう一遍、ちょっと説教みたいなこと言わないかなと思って言ってたら、結構、インフルエンザでずっと来れなかったんだって、電車から。こういったようなんですけど、だから、インフルエンザにならないためにもね、もうちょっと手を洗ってくださいって、ちょっと。いや、だって、もう6月末から、もう結局7月のあれとかだったら、まあ、6月末に来ますって言っちゃって、まあ、インフルエンザにかかったんでしょうけど、まあ、だけどちゃんとこう、なんかハンカチでこう押さえてきてありましたよ。待ってもらってるっていうのは特別なことなんだから、そこで向こうが、切れちゃいけないんですけど、なんかエラー切れたったんで、これはもう説教しようと思ってます。いや、だから、なんでかな。自分が待っててもらうのを特別にしちゃいけないんですよね。うん。これはもう、優しいところだったら、とか、うちの前、ハニゴンした店長だったら、7ヶ月待ってるんですよ。いいですよ、いいですよ、いいですよ。質屋って期限が切れるまでの3ヶ月間はその質量もらっていいけど、過ぎた分をもらっちゃいけないんですよ、それって。そんなもらい方していけないんですよ。うん。一見親切なようで、実はそれ不正な、不法行為やし、それだけ利息かさまされるわけでしょ？親切でもなんでもないでしょ？それやったらもう4ヶ月目で一遍流しといて、商品をその取っといてあげる。で、もしかもそれを、販売した形にしてあげる方が親切と思いません。それっていいですよ、いいですよって言っとって、それ分だけの利息もらおうとしてるわけでしょ。親切もなんでもないですよ。よーと考えてみなさいよって話なんですけど、だから、感じのいい接客。そのことしか頭になかったらそうなんですよ。ね？なんか、一ヶ月は待ってるでしょ？その三ヶ月の期限があったら、もう一ヶ月まで待って、流れ出しするけど、要はその、預かってるところから結構棚卸しするんですけど、その商品はこの方はだいぶ連絡してきただから、ちょっと一遍ちょっと一応、もうちょっと置いときましょう。だから来られるわけですよ。そしたら、結構、まあ、要するに、4ヶ月、5ヶ月目にかかってるんだろうけれども、まあ、その4ヶ月で元に戻して、で、それでもまだ元金がないとか言われる場合もありますからね。うん、買い戻しができないわけですよ。うん、っていう場合は、もう一遍、結局、4ヶ月分もらって、戻すとか。うん。うん、というような形でしょうね。だから、じっと待ってて何ヶ月分も利息もらうとかいうのは、いいことじゃないでしょうね。うん、と思うんですけどね。うん。だけど、それだけお客様はその商品に、要するに、固着というか、要するにね、手放したくないと思ってあるから、連絡とかいただいてたら、この分はということで、置いとくんですけど、うん、その7ヶ月分とか8ヶ月分とかもらうのは違うんじゃないかなと思いますね。うん。うん。そんな気がするんですけど。ちょっとないですね。本当はね。うん。もらっちゃいけないっていうか、
そこら辺が論議が分かれるとこなんでしょう。うん。いや、それで、そんな風にして結局その、なんだっけ、利息制限法から言ったら、全然、あの、利息が違うからということで、それで、その、訴えられてみたいな話になっていくんでしょう。うん、で、質屋としては待ってたんだと。うん、いうことで、あれなんでしょうね。で、それで、そういうことも予防線張ってじゃないけど、3ヶ月で一遍出していただいた形を取って、預かり直しに絶対にしてくれみたいに今言ってるから、その、他のところがね、大手とかそういうふうにしてるのがわかるんですよ。お客様が一遍絶対出した形を取りたいって言うのが嫌だけど、ああ、なるほど。そういうふうに教育、指導を受けてるあるんだな、とか、それって、それの予防なんですよ。うん、うん。でもそれってそういうことに悪い方に変わる人人のための予防線。うん。だけど、それをしたら、一遍出してもらって預かり直すかったら、その月どうかしたら、福利になったりするから、私、それはその人には必要ないなと思ったら、いやいや、要するに、8月までの年金までっていうふうにもし思ってあるんやったら、利息入れでいいんですよ。お利息でいいんですよって、その時に出してくださって、私は内金を勧めるんですよ。内金を。うん。だから、内金していただいたら、次の月から利息が安くなっていくから。うん。うん。一遍に出せないのであれば、例えば3万円なら3万円借りられて、1ヶ月以内で出しにくいのであれば、1ヶ月後に2400円というお利息を入れていただいて、元金に1万円なら1万円って入れたら、次のお利息が、2万円に対するお利息が、というふうに減っていくんですよ。っていうふうに、私は内金をお勧めするんですよ。一遍必ず出した形を取ってとかじゃなくて。うん。なんかあんまり長引かない方がいいです。だけど長引くことがいけないわけじゃないけど、ただずっと利息を入れていくだけとか言ったら、ね、結構お金、利息もかさみますから、要するに、内金をしていかれる、形をぜひ取ってくださいっていうのを提案するんですよね。で、用語と考えて相手さんにいい話、一番いい話をやっぱ提案してあげないと、うん。だって同じような作業して、元金減っていったら、同じ作業なのに利息は減るからって思うでしょうね。普通はね。うん、ね。うん。一過性から見たら、一点だけ見る。でも、一点受け戻してもらって、またいざっていう時に、うちを頼みにしてくれた方がよくないですか、うん、品物を失ってどうのとかで、試合に流されたなんて言われるよりも。ね。ということは、お客様がなるべく、こう、だから、出しやすい方に、仕組み作りをしてあげるっていう意味では、うち金をお客様にお勧めする。で、ただ、強要はしませんけど、そういうふうにされていくと、特に金額が多い場合はね。あと、金額が多い借り方をされないように、だからいくらぐらいにされとった方がいいんじゃないですかと、わざと。目いっぱいまでもちろん査定を言うけど、そこまでいらないんだったらそんなに、うん、余計に借りられる必要ないですよって、要するに金額を、抑えめにされとった方が利息が高いですからねっていう話もするんですよね。で、そういうのがね、本当のことを言ってくれる親切なところだって分かったら、人が人を呼ぶんですよ。うん。っていうことかなと思うんですよね。でそんなのを正しく理解してくれて、みんなが同じ動きをそれはしてくれないと、いけないですよね。かなり応用編ですね。そうなんですよ。いや、でもね、これがね、貸し付けをするパートさんでもそのパートさんこの人長いから、もちろんそれをするんですけど、これ結構これが理解できてないといけないんで、やっぱりピッとかパッとかで、はい、いくらですっていうのとは違う。うん、窓口結構、だから要するに高度なことが要求される窓口ではあると思うんですけどね。うん、でもこうやって今話すだけで理解できるから大したもんでしょ。そうなんないけれども。いや、というか、私はそう思いついてるので、それを一生懸命こう言ってる方なんですけどね、うん。で、それを説明してる動画もお客様の前でこう説明してるのとかも出してるんで、あ、いいなと思ってくれる質屋さん、同業者さんが真似してくださっていいなと思ってるんですよ。うん。いいなと思ってくださったらもうぜひ真似していただきたいと思って私はそれも出してるんですけどね。うん。でも、それが本当に、店よし客よし世間よしという感性を持ってないといいなと思ってくれないでしょうね。まあ、うん。うん、そう。いいと思わないから。うん。だけん、最終的に、金儲けは手段であって目的じゃないっていうのが、本当に
具現化するのはそういうことでしょ。うんうんうん、そういう発想じゃないとそれにならんけん。うん。でも私が、なんか生き生きとしてこれをやってるのは、そういうのも自分が仕組み作りしながら、それがこうだんだんこう、お客様にしてて、お客様に喜ばれてる、実際数字がこう悪くないっていうのはね、こう、嬉しいんですよ。うん。うんで、そういうのをこう理解してくれて、こうね、分かってくれる仲間作りをできればいいなと、うん。でもね、実際のとどのつまりね、お金借りんで言ういいのやったらもうそれに越したことないっちゃんね。本当は。うん、どっちかというと、うん。だけどもう、貸し、あっちの方が暇やったらネットオークションの出品とか、店先暇やったら今日は出品できたの方がいいんですよね。うん、本当はね。うんうん、暇を望む業者の方が前で。いや、本当はね、いや、本当はね、お金借りに来んじゃねえ人が、お借りに来る人が少ない方がいいとよ。それに越したことはないと。でも、いざっていう時のために、まあ、ちょっと、黒子のように、控えております。ご用聞きに行く店じゃないんじゃん。うん、控えてじっと待ってほしい。街、うんうん、の商売ではあるじゃん。うん、で、こう、表には出てこない。うんうんそれが、あの、ダーティーティミじゃなくてね、うん。あくまでもその主役の後ろに控えとる。で、ここにかっこよさを感じてくださると、この業種の良さが分かってもらえるんだよね。大人にならんと分からんちゃうね。うん。主人公じゃなくて、こう、名脇役のその良さみたいなの。はい、とか、なんかこう、それよりもっと奥にある良さとかが分かると、醍醐味がね。いやでも本当に、私たちの仕事は、あれですよ。忙